こんにちは、僕、虫エモンです。ドラえもんゲーム、テレテテテテテー、有名だできましたか。できましたできました。いきますよ。はい、はい、テテレテテテテテテー、食べ物は石橋さん、正解なんですっけ。まあ、タケコプターかどこでもドア。おー、待っとるよ、待っとるよ。オンヌ、おー来たー、すごい、まだドラえもんです。ほら来た、ボクドラえもんです。お前がうるさくて聞こえないよ。ちょ、もう一回、もう一回、もう一回。そう、ボクドラえもんですよ。信代さんの声で言うんだよ、うん、やばっ、ボクドラえもん、やばすぎ。2440、うわっ、きったね。ゲツヤ、肌きったね。油分、おぉ、ドラえもん超能力マシンの、わぁ、ネズミみたいに言うな、お前。お、なんていうんけ、スピーク。ビッグライトじゃない。そんなさ、なんだったらやるし。まぁ、せっかくがビッグライトで。お願いしますね。ビッグライトー、おぉ、あ、大変だ、イクト君が悩んでる。あ、なんかないか、なんかないか、なんかないか。あ、これだ、ドラドラミニドラたち、ありがとう。じゃあ完成したので入ります。はい。いや、不思議もんじゃなくて夢もんだよ。夢もんやだな、なんか。よろしく。いやいやいや、みんなでテキーラ飲みに行こう。いや、うぜえ、こいつなんでパリピなんだよ。飲み行くとしたらこれなのか。こういうね、試着室を4つ用意させていただきまして、この中で、あの、皆さんに僕の4次元ポケットが出したんだけれども、どうやって出した、どうやって出した。てってってって、新着室。ビーバージビッグライト。キリタンポのマネ。モノマネ大会、昔のドラえもん、こんにちは、僕ドラえもんです。脱落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 村人たちの危険が危ない。懐かしいものちょっとドラえもんじゃないですか。ドラえもんになってます。ドラえもんで歌ってみよう。一回できません、そんなできねえだろ。今ない社会に泣いたあの時。みんな着替えてるみたい。みんな着替えれましたか。できます、できますよ。それは僕です。完了です。ロボットいたよ。すいません、誰ですか。あのですね、僕ね、最近になったらね、結構こういう顔になってね、いろんなこういう顔になってね、もっと子供たちが見ても楽しい番組をって心がけているんですけれども、昔はちょっとこういう声でしたし、あの、アニメになる前はですね、あの、単語本の方でここ結構ブイブイ言わせたんですよ。フル殺しちゃおうか。あ、フルドラえもんなの、しかも。そう、高い、え、新しいのか。あっち恥ずかしいからできる。なんで男が言うと恥ずかしいから。絶対言って、マジマボックスのやつを僕たちは代わりにやってあげなきゃ。じゃないです。あっち、ちょっと若くなっちゃった。ちょっと恥ずかしいから。なんで恥ずかしいの。高すぎ、恥ずかしいかな。ドラえもんかよ。会議でドラえもんかよ。言っちゃった。早く俺らの注文切りだと、みんなに安心して寝れないんだ。寝て、ね、おしっこ出せばいいじゃん。ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん。でも一番堕落した生活を送ってるよね、ドラえもん。それはね、申し訳ない。オリエンタルランドの住人のやつだろ、これは。レートランド、オリエンタルランド、確かに。なんだっけ、それ。ディズニー。ウォルト会社だね。ウォルトディズニーか、お前は。あ、東京ディズニーランドの会社だね。うん、やっぱりミッキーすぎるよね、ちょっと声がね。のび太くんってどういう声してたっけ。完全にますます寄ってきてたね。寄せてってるじゃねえか、お前がよ。はゲチヤくん、ジョーライ。誰ですか。誰ですか。ね、ゲチヤくん、ジョーライもこんなのもらっちゃったもんね。ああ、この感じね。わ
るんやろうか、この試着室は一人用なんだ。いやいや、ちょっと待ってください。後ろすぎないですか。違う。あれ、こうじゃねえの。イグト君、値段分かった。はい、そこの、チビのび太。僕が今からボコボコにしちゃうから覚悟しとけよ。逃げてんじゃねえぞ、ビビってんのか。このスネ夫様にビビってんのか、おい。ビビってんのじゃないです。ボコボコにしてやろう。うわこれはすごいぞ。ムキー！ボクシーだってもっとすごいの持ってるもんね。誰？何をさ、豚ゴリラ。悪いね、のび太、この人こそ必要量なんだ。いけるぞ、マジだくん、どうぞ。悪いね、のび太。あ、そしたら仲がいいよね。ネット取ってないな、お前。ママに言いつけるぞ。こちらでネット取ってないわ、それは。ゴルフ場のブサイクなキャディだ。3回連続一緒なんじゃないか。あ、そうだな。アルチューじゃないの。自由じゃねえか。いやもうそっ、あ、待ってる待ってる待ってる。いや今着いた今着いた。怖い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 。やばい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 。お前死刑だもんね。お前スネ夫確定だな。入ってるつもりでガラガラって開けて覗かれたんで、キャーのび太さんのエッチパーンってやってもらっていいですか。ここにガラガラ、しずかちゃん、あ、のび太さんのエッチ微妙。のしみつくん、なんでパンツ着てねえよ。一物がついとるじゃないか、お前。最近見ないタイプの露出が。ジョーケさん、ジョーケさんじゃねえかお前。なんかの動画で俺が言った、キャー、のび太さんのエッジの効いたカッティングリフ。その人のやつですからね。それめっちゃ重い、重くいいんだよ。キャー、のび太さんのエッジの効いたカッティングリフ。レッツボワーン、ボワーン、ボワーン、ボワーン。きったね、これ。ということで、私になります。ごめん、どうだよ。私ですか。何を。そこに立ってる、のび。なんでできるんだよ。てつやくん、どうぞ。バシッ、リスナブシェット、どうもお世話になれてんのさ。関節が悪すぎる。ちょっと待っとけ、おい。かけた、たけしみたいなドライバー。それでは、目を開けてください。ジャイコちゃんです。のび太さん。3番手の人。え？ヘイヘボジャパニー。誰じゃん。わかる、わかる。バーベキューインパクト。あれ、非属性なんですか。それもう火の打球放りまくるドラベースのエーモンドね。エーモンドだ、懐かしい。これはやばい。ヘイヘボジャパニーズ。さあ、準備ができました。はい、目を開けていただきましょう。はい、どうぞ。せーの、パッ。お、すげー。あー、はい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 、どうですか。え、へー。次、ドラえもんの職業は。俺最近ドラえもんの切り抜き見たんだよな、ショートで。ドラえもんの職業なんだっけ。医師白弱少年監視員。惜しい。それ系。そういうレベル。惜しい。じゃあ無理だ。惜しいな。あ、2つだ。これもまあ一応俺の記憶なんであれですけど。うわー、ちょっと分かんない。うん、分かんないっす。これはじゃあ、はい、確か正解は
特定医師薄弱児童監視指導員無理だったはずわかんねー違ったらごめんなさい、確かそうだったなんでそんな覚えてるんだよへーと思って、これはちょっと覚えておかなきゃなんでお前出てた、それ聞いたのなんか、いやかっこいいな言えたらかっこいいなと思ってねあのおじさんいいよね、あの世界にいるさ、うん、あのなんとかおやーんの人もいるじゃんあの博士みたいな人あれ好きなんだわかりやすくなんか変になりそうなタイプ変なこと言うよねあの人いやこれ知らないってこと言いながらそう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 困ったな知らないことのあとよろしくってやつもそうそうそうあれめっちゃ好きなんだよね感情肥満ってどこで見れるんだろうね